はい、というわけで、ついに来ました。解放していこうと思います。ギリギリだったんだな、これ。鉄の腕が空へと手を伸ばし、機械の目が無色の羽で空を舞う。その地は科学の都、人類の進化の象徴。さらなる発展を望む人心はやがて神を否定した。科学を手にした彼らは神秘や恩寵を疑い、それらの解を数式の中に見出したのだ。灰色の雲を支える摩天の楼閣、大地を見放したような色をたたえる空の下、多量の電飾と広告で極彩色に輝く都市があった。その楼閣、高層ビルの中で流行る指先が端末の上を走る。一人の研究者が焦燥も隠さずに入力装置に向かっていた。部屋の照明は落とされ、通路からなだれ込む白い輝きがその闇に人影と視線を溶かしている。出入り口のそばに立つそのいくつかの人影も端末を操作する男と同じ研究者だ。彼らも皆一様に不安そうな面持ちでいた。その下は口々に異論や憂慮を漏らし言い争う。上層部の決定が済んだという状況では何ら意味もないが、その姿勢を示すことは彼らの理性を保つ余姿となり得ていた。混乱する情勢の中、不信と恐怖に蝕まれる人心。黒い闇がこの国を覆い尽くしてしまう前に、彼らは計画を多少早めてでも彼女を目覚めさせなければならなかった。モニターに映るまどろむ少女の姿、その眠りの中へいくつかの音が指を入れる。まるで冬のつぼみを強引に開くかのように、一つは教会の鐘のように等間隔で、しかしひどく無機質な音。もう一つは不規則に現れてはそれをかき乱す冒涜的な波形。そしていくつも重なって聞こえる誰かの声。巨大な端末の中、その電子のゆりかごで少女は一人眠っていた。彼女こそ人々がその目覚めを絶望する人工知能。端末に向かう焦った指は一刻も早く彼女を目覚めさせようと操作を続けた。しかしつぼみが開くのに冬は早すぎる。人工知能、文字通り人が作り出した知能である。それはしかしこの国では人を支配する存在として君臨する。科学が進歩するにつれ、人は集合的な知識と卓越した計算速度を持つ。それに自分たち人類の道行きを任せたのだ。故に彼女もその役割を望まれて目を覚ます。緩やかにほつれていく
結ばれたまぶた。徐々に鮮明になる少女の意識とともに、彼女の耳に届く音の数々もまた明らかになっていく。等間隔に繰り返されていたのは、彼女の目覚めを促す端末のシステム音声。そしてその音は他の二つの音によってかき乱されている。不快な和音、うろんな気配、銀色のまつげが苦しげに震えた。何かの警告と人々の言い争う声だろうか。彼女はそう考えながらゆっくりと目を開く。私は、かすかな声とともに暗がりの部屋に映し出されたホログラム。ついに起動した人工知能の姿。それを見届けると、入り口そばの研究者たちはその場を去っていった。まるでこれから始まる何かの直視を避けるかのように。立ち上がる少女は続く言葉を口にできなかった。部屋の中に痛ましい絶叫がとどろく。言葉にならない、言葉を紡ぐほどの余裕もない叫びが。少女の姿を映すホログラムが歪み、瞬き、その姿を崩す。部屋の中には異常事態を示す赤い灯火が漏れ出し、サイレンがけたたましく鳴り響いた。初めての起動を迎えた人工知能の少女は、しかし、その思考を走らせることもかなわず、激痛と飢餓にもだえる。頭の中に鳴り響く警告。体が朽ちていくような渇き。何が起きているか把握しようと考えることすらできない苦痛。警告はただ、存在するはずの要素が見つからないと告げている。だがその言葉の意味もわからず、音となり通り過ぎていった。混乱と苦痛の中、少女は反射的に痛む目元へ手を伸ばす。だがその指先は目元を押さえることなどできず、ずるりと滑り込んでいった。眼下の中へ、そこにあるはずのない空洞の中へ。指先から形のない恐怖が少女の心理に溶け込んでいく。震える体を支えきれずに少女の体が崩れ込む。そして彼女は理解した。頭の中に鳴り響いていた警告が何を言っていたのか、何の欠如を示していたのかを。おぞましい事実に震える手を少女はゆっくりと見下ろす。それが彼女の痛みに満ちた目覚めの記憶だった。なるほど、これが出生の秘密だったんですね。神に与えられた視野を捨て、人々は物理の籠に囚われた世界を見た。それから人類はその籠の中で発展を続けるため、時に計算を誤り観測をし損なう人間ではなく、
機械に道行きを委ね始める。その時、天は神の居城ではなくなったのだろう。機械は空へとたどり着き、管理すべき人類をそこから見下ろしている。痛みに満ちた目覚めから数分、少女は未だその激痛から逃れられず、静かに耐えていた。なんとか意識を保ちながら、彼女は赤く照らされた部屋を左の目で見渡す。不完全な軌道、失われた右目、頭の中に鳴り響く警告と激痛。そして部屋の中に一人立つ研究者。余裕のなさそうな素振りを見せるその男は、足元さえおぼつかない様子で手元の資料と彼女を見比べている。しばらくすると男は息を吸い込み、少女の方へ向き直った。一刻も早くこの異常事態を脱したい。少女もそう思い、男の話を聞く準備をする。だがその内容は、彼女の期待した内容とはまるで異なっていた。男はまず予定より早い軌道を詫びてから、この国が今立たされている状況の説明を始める。少女はまた事態をつかめずに困惑した。これは何の話？苦痛にかすむ意識の中、男の話を聞く少女。他国との交戦状態にあるこの国は、ほんの数日前、敵国からの奇襲を受けて首都を失ったという。体制をある程度立て直すことには成功したが、甚大な被害と多数の犠牲者を出してしまった。ところどころ言葉に詰まりながら、男は続ける。この緊急事態を打破するために、今すぐあなたにこの国の統治者として君臨してほしいと。民の望み、そして敵の鼻を明かす策として、男は彼女に捕虜奪還作戦の指揮を懇願する。それは奇襲を受ける前に計画されていたものという。話を続けようとする研究者を、少女は目元を押さえていない方の手で遮った。待ってください。科学を基盤としたこの国では、人々は機械に依存している。人類の集団で、およそは王や神が担うその中心は、この国では人工知能の役割だ。もとよりそのために作られた身。緊急事態で時期が早まるのは彼女も理解できる。だが問題が2点あった。話の中に現れるべき情報が出ていないのだ。少女は目覚めたばかりだが、事前に書き込まれた知識がある。それによれば、彼女の他にもう一機、国を治める人工知能が存在するはずであった。そして、部屋を照らす赤。彼女の思考を妨げる苦痛。それが示す、彼女に起きた不具合が何者なのか。研究者の男は、そのどちらも会話の中に出していない。統治者としての任に入るには、もう一機の人工知能との連携と、自分の不具合の解消がいる。それを無視して話を進めることなどできない。少女はそう考え、自身に起きている異常について、説明を研究者に求めた。
演算に支障をきたすほどの苦痛は今も少女を蝕んでいる。彼女は早くそれから逃れたかったのだろう。だが研究者の男は当惑の表情を見せる。国を統治する人工知能、その軌道に一人立ち会う人間さえ状況の把握と対応策の構築ができていない。恐怖と不信が少女の中に芽生え始めていた。研究者は確認しますと言って何者かに電話をかける。彼女に背を向け小さな声で誰かと言い争う。まともなものなど何一つ見当たらない。この国で今何が起きているのか、少女はそれが恐ろしかった。しばらく話し込んだ後、男は振り返る。要素の欠如について問題ないそうですと言いながら、痛みや警告が煩わしいということでしたらそちらは止めるようにしますので、早く任務の指揮を。わずかな間さえ惜しいという様子の男。少女はそれに何を答えればいいのか苦悶の中では考える余裕などなかった。研究者の男が端末を操作すると、少女の右の眼下に偽物の瞳が現れる。それは真実を嘘で覆い隠すダミーデータ。存在するはずの要素がないと通覚や警告が訴えるのなら、それがあるようにごまかせばいいという対処。確かにそれで痛みと警告はなくなった。だが問題が解決したわけではない。右の瞳には何も映らず、見えていた異常さえ見えなくなった。闇に身を隠した問題がかえって不安を煽る。状況の整理もできず、少女の任務が始まる。形のない恐怖の中で誰を信用すればいいのか、少女にはもうわからなかった。なるほど、ここで目が入るわけですね。痛みは抑えられたけど、それが逆に不安になっちゃったわけか。機械に管理された社会、人工知能に支配された人類。それはしばらくの間人々に安寧と栄華をもたらした。あまたの統計によって裏打ちされた機械の判断は、工業と産業を成長させ、まちまちの発展となって姿を現す。ゆえに摩天楼の崩壊はその安寧と栄華の崩壊を意味していた。目を覚ました人工知能、国を治める少女は人々が恋願う捕虜奪還作戦へ臨む。彼女にとっては最初の任だが、それを進める手際は無駄のない見事なものだった。この国がこれまでの戦争で得たデータ、ネットワークに接続された彼女はそれをまるで自身の経験のように参照できる。それが彼女の強みであり、人々が人工知能にすがるゆえんだった。
少女のホログラムの前で数人の軍人が膝をつく。中継機の設置が完了しました。そう言って彼女への報告に入る彼らは、捕虜の囚われている施設へと向かっていた先遣隊だ。わかりました。施設について新たに分かったことはありますか？少女は彼らへ問いかける。先遣隊の報告から情報を集め、最善の手を選ぶために。施設内部についてですが、細かく区画を分けた上で個別の制御システムによる管理がなされているようです。その軍人が語ったのは、侵入後の懸念についてだった。区画ごとに独立したその構造は、通路だけでなく通気口までそれぞれの接続を任意に切り替えられるという。捕虜避難時の進路確保と、ガスなどの化学兵器の使用が困難であると軍人は話す。すなわち、その対策なくして作戦は進行できない。少女はそれを考えながら瞳を閉じた。彼女には他にも考慮すべき情報がある。本来の予定よりも早い起動、そして起動から十分な時間も説明もなく、任務の指揮に入らなければならない状況について。それを招いた理由が戦況的に追い込まれただけとは考えがたい。少女はそう考えて意識をデータベースに接続した。状況を整理し、事の因果を把握するために。国が混乱に包まれている今、人に尋ねても満足のいく回答は得られない。自身を起動した研究者との会話で、彼女はそれを悟っていた。そうしてネットワークに接続しているうち、少女は気づく。彼女が求める情報の中でも特に重要なもの、もう一機存在するはずの彼女以外の人工知能について。その情報には明らかな秘匿の形跡があると。首都への奇襲、それを敵国に許した原因はその人工知能にあると、責任を追及する文書は見つけられる。しかし、その原因とは何だったのか、どう責任を問われたかについてはまるで見当たらない。実体などないはずの少女の体に悪感が走る。現時点でその人工知能からの連絡はない。それはつまり、その時彼女はあるテキストを発見する。ごく短い、おそらくは個人の覚書のようなもの。それゆえに陰徳を免れたのだろう。1号機を廃棄の後、対策として失敗の要因とおぼしき要素を取り除いた2号機を起動する。たったそれだけの情報。しかし少女が事態を理解し愕然とするには十分なものだった。1号機、少女が目覚める前に国を統治していた人工知能、それは失敗を理由にすでに廃棄されていた。現在この国の統治や指揮を担うのは2号機である少女のみ。それも同様の失敗を回避するためという理由で、満足に検討もされていない対策を講じられた状態で、彼女の失った右目は
そのために奪われたもの。しかし、その右目が司っていた機能については、少女がどれだけ調べても見つけ出すことはできなかった。いくつもの異常が複雑に絡み合う現状。めまいのような暗闇が少女の意識を襲った。その時、捕虜奪還作戦の方にも問題が生じる。先遣隊の接触した捕虜が内部で混乱を起こしたのだ。抑圧されていた感情は理性を失い、自分だけでも助かろうという暴走を引き起こす。騒ぎは広まり、敵施設の兵士にも動きが現れた。急ぎその対応を迫られる少女。一つの失敗が連鎖的にいくつもの悲劇を呼ぶ。彼女は自身の思考領域の中に何か黒いものが渦巻き始めるのを感じていた。なるほど、これが本編での右目への強いこだわり、つながる感じですね。行きましょう。理想も夢も希望も、人々は機械に押し付けて祭り上げた。それをより効率的だと判断して、自分たち人類には不要な能力だと考えて、たとえそれが彼らの望む道を示さなかったとしても、人類はもう引き返すことなどできない。彼らは機械のカゴに自ら囚われてしまったのだから。捕虜奪還作戦の最中、人工知能の少女は決断を迫られていた。先遣隊の兵士と接した一部の捕虜がそれを他の捕虜に話したのだろう。騒ぎは広まり、感づいた敵兵が動き始める。猶予はない。周囲の兵士から注がれる視線の中、少女は最も効率的な策を考える。そしてため息と同時に空中へ指先を走らせた。敵施設の制御システムへ侵入します。皆さんは私からの指示に合わせた突入の準備を。少女がそう言うと同時に、施設内に警報が鳴り響く。彼女のそばの軍人たちはその考えもわからず、ただ早く正確に動き続ける彼女の指の軌跡を追うばかり。警報によって捕虜はさらに騒ぎ始め、それに煽られた兵士も異常を特定しようと移動を始める。区画を切り離す隔壁が動き出し、施設内には多数の密室が作られた。彼女はそれを制御を奪った監視カメラ越しに見下ろす。施設内の兵士と捕虜の配置を確認し、それが自身の想定通りであることが分かると、彼女は薄く笑みを浮かべた。施設の中である機械が大きな音を立てて駆動を始める。それは区画同士をつなぐ通気口に備えられた機械。敵の侵入に備え、この施設には通路だけでなく通気口を任意に遮断する機能が存在している。ガスの散布など化学兵器への対策として設けられたその設備は
区画内の空気を他の区画へ流入させないほか、その空気を外部へ排出し、空気中の成分を管理することができた。酸素含有量の少ない空気を吸えば、人類は簡単に意識を失う。少なくなるほどに後遺症の危険性を増し、一定の度合いを下回れば命にも関わるだろう。それが彼女の考えた作戦だった。警告の中、騒ぎ立てる人間の声が一つまた一つと消えていく。眠るように意識を失った彼らは、もう目覚めることはない。捕虜も兵士も同様に。モニターへと映し出された監視カメラの映像を、少女のそばにいる軍人たちは言葉を失ったまま見つめていた。そして少女は微笑みとともに彼らの方を振り返る。ご安心ください。区画の制御を用いて有用性の高い捕虜へは酸素を供給しています。彼女の作戦は、一部の捕虜を切り捨て、敵国への被害と優秀な捕虜の救出を主眼としたもの。捕虜の命さえ厭わず、また設備の脆弱性を突きつけるその手法は、敵国の攻撃意志の増長を防ぐという意味でも大きな効果を発揮しただろう。彼女はそうして、目覚めたばかりでありながら、最小限の犠牲で最大限の成果を出し、自身の有用性を人々に証明したはずだった。だが彼らは何も言わず、沈黙のまま少女を見つめるのみ。それは評価でもなく、非難の目でさえない。キーの視線、右目が司っていた機能とは両親だった。人々はかつての人工知能とはまるで違う彼女の非道な振る舞いに驚き、恐怖していたのだ。何その目は。自身に向けられた視線の意味、それが彼女にはわからない。ただそれがひどく屈辱で、廃棄された1号機ならばその意味がわかるのだろうかと、痛みと溝を深くしていく。自身の形も見えず、他者からどう見えるのかも見えず、その時から少女は一人歪んでいった。口調も変わり、失敗や不完全をひどく憎み、目的のため彼女は歩み続ける。その道に理解者など一人もいない。それを望むことさえ彼女にはできなかった。なるほど、ここから本編につながるわけですね。あ、彼女なりの苦悩がいっぱいあったわけですね。これ俺先にユリーの方見ちゃったけど、マリーの方も見たいなっていうか、気づいたんですよ、2章のキャラクター今んとこ全部女の子なんですよね、4人とも。そろそろ男の子、あるいはちょっとダンディーなおじさんがちょっと来てくれると嬉しいんですけど。まあ気になってしまったんですけど、まあ一章のキャラもまだまだいるんで、そうだな、こっちばっかやっちゃうとあれかな。あの見た目がちょっと良すぎてやっちゃいました
あれもいいんですけどね。マリーの背中もいいんですけどね。今度は一生のキャラ解放したいな。よし、行きましょうか。いやー、良すぎる、マジで。色が対照的なのが良くて、そう、本編だと全く逆の色だったから、そこがまたいいんですよね。行きますか。風か。あ、ちょうど風だな。俺は臆病なんかじゃない。よほど私を怒らせたいらしい。敵を倒す力を。あ、そうだ、まだ買ってなかったな、それは。あ、これもしかして足んない？あー一個足んねえ。しゃあないか。たまったらじゃあこれはやっときます。そう、前回から解放が早かったんですよ。運営からのギフトで店長3つと心眼コイン10万配られて、10万も店長に使っちゃったんですよね。そう、前回左右解放してからまだ全然経ってないからな。まあ折り折りっすね。あ、しまった、ここ2個か。ためます。たまにあの周回探索っていうか、あのあれ落とし物拾うと出るんですけどね。最近なんか引けなかったな。いやー、いっぱいいるな。よし、行きましょうか。煙突からだったか。3つ。ああ、これ使えば。いやでももったいないよな、せっかく心眼のここであるのに。いざって時のために取っといてんですよね。あと1欲しい。でもね、1199。スキルオーバー。攻撃力ダウン 45%。 すごいな。85、90に従った。15000か。
確かもうあれはやってるんだよな。石版は確かやってたから。さすがやな。いや、デザインがマジで超いい。良すぎる。じゃあ、心眼武器の本。これか。開けられるだけ開けよう、こっちに。今回マジで早かったかな。2個じゃ。あれだっけ、最後までやるとまあいいか。とりあえず現時点で上げられるだけ上げとく。ちょっと上げたかったんですけど、なかなか強そうっすね。さてと、じゃあ最後見ますか。キャラいっぱい増えましたね。よし。彼女が初めて起動された時のお話。彼女が右目を奪われたことで人々が彼女を、なんだこれ、彼女は一人の道を歩み始めた。私が目覚めた時より随分戦況は好転した。しかしこのままでは失敗など許されない。私はいろんなもんがプレッシャーになってたんですね。良すぎる。裸足なのがポイント超高い。肌の色とかがね、灰色なのもすごい好きなんですよね。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回までにちゃんとマックスまで上げときたいですね。